LMB から国連本部を奪還するには、あんたがまず敵の防衛線を突破して中に入る必要がある。部下に攻撃させて見張りの注意をこっちに引く。その間に突破すれば中に突入できるはずだ。声が爆れる。準備は全て整った。あとはあんたが合図するだけだ。南ゲートを片付ければ攻撃を開始する。そばに国連本部の真下のトンネルに通じる道がある。トンネルに入って北に180メートル進んだところが突入地点だ。部隊を離れていけ。行くんだ。には LMB が持つマンハッタンの情報がある。端末を見つけたら全てダウンロードして。知らない情報があるかもしれない。確かにそうした方がいいな。警告、敵が接近中。
ヘリがタレットのマスターコントロールを破壊した。だが各タレットにたどり着ければ手動で再調整できるはずだ。奴に後悔させてやれ。どうだエージェント、マンハッタンを脅かしてた最後の組織のトップを始末した。楽な道のりじゃなかった。それに多くの尊い命を失ったが、 LMB の屋台骨を折ったんだ。ウリスがいなければ街を巡回して。